さあ始まりました、アンコウするフィッシング。はい、アンコウです。滝沢です。はい、今回は打たせまだい行ってまいります。3日前の時点ではよう釣れとったね。タイが大きくて50か。これでハマチは大量だね。ハマチからワラサボールぐらいかな。ワラサ釣りてえな。1匹ぐらい欲しい ね。ハマチじゃなくてね。うん、ハマチはそんないっぱいはいいわそんなこと言うなよたまには釣ろうぜ、ハマチ。まあな、まあ、そこそこあんた。ダセマダイはね、結果が出てるからね。今日も期待しとるよ。頑張っていこう。行こう。よし、釣るぞ。落ちた。おお、ハマチ。幸先よし。当たりが取れなかったら、まあ話しないやんね。あの、どんなちっちゃい当たりでもね、こうキュッとかけて、で、そういうのが当たりなんだね。おお、ハマチ。お、はい。近いぐらいまで、ゆーっくり引っ張って。はい、はい。だってね、この間ちょっと、この辺りが取れないと。そうだ、最初。はい。どんぐらい釣れとる？3人か。釣れとるな。どうぞ。おお、来たね。はい、小さいな。これってサワフグです。魚の魚出てこないと死んだら美味しくないよ。ありがとうございます。来たー、すごいのが来た。来た来た。お疲れ様。お疲れ様です。打たせまだいは失敗ないね。タイは少ないけどね。タイは少なかったけど、まあね、大量のハマチをね。そうそう。タイ何匹？俺がね、5か6。おー、少ない。俺が4かな。ハマチは数えてない。数えてない。あ、そうだな、俺も5、6匹。
あと俺ワラサが、多分あれワラサだと思うけど来たね。まあなんかハマチメインになるけど、やっぱり打たせまだいは失敗ないね。ないね、確実だね。釣れる、本当によう釣れる。もうやっぱ大量目指すだったら打たせまだいかな。これで今年の悪い流れも断ち切れた。こっから波に乗れるといいね。ね、まあ頑張っていこう。はい、はい、じゃあ、はい。